ムズベル、ヘレンスキングがつきます。切り込んでいくジェームズベル、ファールがありました。さあ、得エンドワンです。ジェームズベルがボールを持った、エチェニケがつきます。スリーポイント、ジェームズベル来た。昨日8分の0、ここで決めてきました。ジェームズベル、阿部流星から岡島に戻した。ピックアンドロールを使います。ピックアンドポップです。ホリフィールドのスリーポイント来た。山形2本目のスリーポイントです。ここは落ちています。そしてジェームズベル2本目。岡島ちょっと下がりました。そしてスリーポイント来た。射抜きました。3月から最終節までは 38.8% でした。スクープショット、岡島。そして岡島、ホリーフィールドがつなげました。そして岡島がボールを持つ、斉藤からアリウープ、フィンケ。阿部が運ぶ、斉藤瑠衣スリーポイント来た。山形ワイバンズ4つ目。こちらはジェームズブルー、フィンケキャッチアンドスリー、右のウィンからショットクロック5秒。ジェームズブルー切り込む、ファールがありました。エンドワンです。白戸から黒がボールを持った、フィンケに入れました。カンノがつきます。ここからバックダウン、ここからバックダウン、パスアウトした。白戸大成のスリー、ブザービーターです。エチェンキが触ったんですが、リバウンドは村上です。白戸が切り込んでいく、決め切りました。日本バスケットボール選手会の会長でもあります。ペイントエリアの中にいます。ホリフィールド、ホリフィールド、タイムアウト、クリアヘッドコーチ、後半1回目です。白戸からベル、林がついている、ベルが決め切りました。スリーのフェイクを入れました。ピンケをピックに呼んだ、ダイブしていく、パスに変えて斉藤、エクストラパス、白戸大成2本目。スキップパスで白戸切り込んでいく、ベルがもらった、左のウィンからジェームズベルです。阿部からジェームズベル、距離をつけて守る土屋、左のコーナーからマイケル・フィンケ、これが山形10本目のスリーポイントです。パスアウトした、左のコーナーから斉藤瑠衣のスリーポイント、これが山形10位。斉藤瑠衣、ベル、左のウイングからのスリーポイント、タイムアウト、最後のタイムアウト。今日勝てばシーズンの勝ち越しが決まります。村上信也のドライブ、斉藤瑠衣3分の3、3本目のスリーポイントです。これが坂田の星、村上のアシスト、斉藤瑠衣は今日スリーポイント3分の3、山形13本目のスリーポイントです。石井が運びます。石井が行く、倒れ込みながら決めました。